今回紹介するのは、恋のゴンドラという本です。真冬に集う男女8人の運命はあの塔の敬語が恋愛という永遠のミステリーに真っ向から挑む衝撃の結末から目をそらすな。この恋の行方は天国か地獄か怒涛の連続どんでん返しキャラが立っていて面白かったです。帯の通り。 引き込まれて一気読みでした。キャラが立っているしちょっと驚く展開もあるし好感度の高いキャラクターが生き生きしていて幸せを願わずにはいられなかったです結末はあおられているほど衝撃というほどではなかったんですが恋愛者としてのハラハラした空気を楽しめました疾風ロンドでも思いましたが 雪山の臨場感に刺激されてスキーに行きたくなりますね。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。